なんであいつらここに。おーい迎えに来たぞサンジ。帰ろサンジ。うわちょっと何してんのサンジ君。帰れ下級海賊ども。俺の名はビンスモークサンジ、ジェルマ王国のプリンスだ。お前は俺が追い払う。やめた。構えろよ。お前とは戦わねえ。じゃあ消えろよ。それも断る。お前はいつもわがままばっかりだよ。ちょっと、サンジ。さよなら。ごめんね、余計なことして。行くぞ。待て、サンジ。言いたくもねえ言葉並べやがって。嘘つくんじゃねえよ。俺のこと蹴るだけ蹴っても痛えのはお前だろ。旅はまだ途中だぞ。俺はここで待ってるからな。お前が戻ってこねえなら俺はここで餓死してやる。お前は俺の船のコックだから。俺はお前の作った飯しか食わねえ。腹が減っても槍が降ってもここを動かずお前を待ってる。必ず戻ってこいサンジ。お前がいねえと俺は海賊王になれねえ。ルフィとナミがジンベエたちによって解放された頃、レイジュとプリンの会話を漏れ聞いたサンジは耳を疑う。夢見てんじゃないわよ。あのチンピラと私が結婚するわけないでしょ。ビッグマム海賊団はジェルマの科学力を手にするべく、結婚式を利用してビンスモーク家を皆殺しにする計画を企てていたのである。プリンはその計画に協力しており、遭遇したルフィたちを初めから騙していた。そして自分の身辺を調査していたレイジュを拘束した。私はメモメモの実の能力者。人は誰も頭の中に記憶のフィルムを持ってる。私はそれを自由に書き換えられるの。プリンはその能力でレイジュの記憶を改ざんして去ると、こっそりと現れたサンジは今ここで起きた事実をレイジュに説明する。いい機会だ。ジェルマはこのまま滅ぶべきだと思う。あなたは麦わらたちと逃げなさいサンジ。サンジと入れ違いに今度はルフィがレイジュの前に現れる。プリンの裏切りをサンジに伝えようと焦るルフィに、レイジは彼が全て知っていることを告げた。騙されてねえんならいいや。俺行くよ。約束の場所はここじゃねえから。約束の場所に向かいサンジを待つルフィ。しかし到着して間もなく、戦いの疲労と空腹のあまり意識を失う。
ちゃんと待ってねえと。あの場所で。やがて料理の匂いに目を覚ますと、そこには弁当を持ったサンジの姿があった。勇気がねえ。式が始まったら俺一人じゃ止められねえのに。家族だとも思わねえあのクズども、俺は助けたいと考えている。うん、だってそれがお前だろ。俺たちがいる。式をぶっ壊そう。さあ、ベールを上げて誓いのキス。お前が終わる瞬間だ。どうしたプリン、なぜお前が倒れるんだ。ミスターナミライオ、カタクリ。よく見ろ、サンジ。この忌まわしき第三の目を。なんて美しい瞳だ。ごめん、近くで見たらつい見とれて。プリン、この目を美しいなんて言ったやつはただの一人も。どうしたプリン、早く撃て。プリンちゃん、ふざけんな、ふざけんな、殺すんだ。私はお前を。避けたか。一体どういうことだい、カタクリ。プリンに何が。写真を割りやがった。しまった、ビッグマムが割れた写真を確認した。あとは叫んで規制を上げるよ。
が誰だか分かっているのか。なぜ規制を発しないんでしょうか。もしかして上で抜け抜け麦わらの一味マザーの写真。ルフィさん、ビッグマムは今何に怒ればいいのか混乱しているんです。割れた写真をもう一度見せましょう。後ろ、しばらくはビッグマムも。みんな、先行こうよ。雷にやられたのお前たちではなかったか。お前ら、ここは俺に任せて船を出せ。でも、レッピー、俺がいる以上出航などさせねえ。この船の船長は俺だ。ゴムゴムのエレファントガン。おかよ、なぜそこに。みんな必ず戻る。あとは頼んだ。何がおかしいんだ、お前ら。男の勝負に薄っぺらい援護などするな。悪かった、針一本に気づけなかった俺も間抜けだ。海賊の勝負に卑怯なんて言葉はねえ。避けきれなかった俺が悪い。ならば麦わら、これで。ああ、そうだ。終わりか。ああ、受けて立とう。これでもしお前が。もう答えた。
よっ、フォース。いつかお前はビッグマムを倒しに来るのか。もちろんだ。俺は海賊王になる男だ。ずいぶん未来を見てやがる。カタクリに勝利し、ミロワールドから脱出した満身創痍のルフィを待ち構えていたサンジが担ぎ、二人は仲間たちの元へ急ぐ。しかし行く手をビッグマム海賊団の大軍に阻まれ、万事休すかと思われたその時。奇遇だなサンジ。俺たちもこいつらに一泡吹かせたいと思ってた。一時たちジェルマ W6 の援護で窮地を切り抜け、逃走を再開するルフィとサンジ。見えたぞルフィ、サニー号だ。ルフィたちは無事サニー号にたどり着き、仲間たちと再会を喜び合う。一方プリンは一人町の路地裏で座り込んでいた。なんて美しい瞳だ。よし、調理開始だ。完成だ。ビッグマムを止める最強のウェディングケーキ。プリンちゃん、ルフィが鏡から出てきたら君とはここでお別れだ。俺のフィアンセ役はプリンちゃんでよかった。おいサンジ、サン、最後に一つだけお願いがあるの。あれ、プリンちゃん、最後のお願いって何？サンジ奪還を果たしたサニー号はトットランドを脱出すべく速度を上げる。